3月20日月曜日、マイコスのリゾートです。時刻は4時を回ったところですね。天気は今日一日中晴れでした。はい。で、一日中暑くてですね、汗だらだらかきながら、皆さん滑走してたと思うんですけども、半袖の方もいたりですね、薄着の方も、多く見られました。で、雪がですね、10時くらいまで、閉まっていたんですけど、まあ、コースによってはですね、日陰のコースなんかは結構カチカチで、10時くらいまでですね。で、その後やっぱり気温の上昇とともにですね、表面がこう緩み始めて、まあ、12時くらいになりましたら、全コースですね、まあ、シャーベット状の、まあ、滑りやすい、雪質になったということですね。で、午後からですね、スノーパーク行ってみたんですけれども、ちょうど整備された後ですね、行きまして、まあ、それから何本か行っている途中でですね、コースの整備が入ったようで、アプローチですね、にこう竜案が巻かれて、スピードがこうなくてこうランディング着地地点に届かないってことはなくなりまして、一日中、私の場合半日ですけども、半日楽しむことが、できました。で、まあ、やっぱりですね、まあ、これ繰り返しになりますけど、やっぱり日に日にですね、コースの脇ですね、コース外、雪解けっていうのが、進んでるなと。まあ、コース上はこう見ての通り、全くというか、まあ、ほとんど、関係ないと言いますかね、石とかそういうものもほとんど出ていませんので、まだ、営業終了まで、しっかり楽しめると思います。けども、やっぱりコース脇注意する必要があると思います。こういうなんか段差ですね。上からこう見えなくて、で、下に行ったらこう穴が開いてるとかっていうのも、結構、ところどころ見られました。まあ、それコース外と言いますかね、ロープですとか竹の棒ですとかね、そういったところより外を滑ってしまうと、そういった危険箇所、まあ、こういった段差ですよね。で、まあ、今ここ大丈夫ですけど、まあ、そういったところ注意して滑る必要があるかなと思います。で、もう残りシーズンわずかになりまして、至るところにですねこんな感じで雪が盛られていたりしますので、そうこういったのを見るとですね、シーズン、営業終了まで、安全にこう楽しめるんじゃないかなというふうに、私も個人的に安心しているんですけどもね。はい、ということで今日の舞妓の様子でした。以上。